ユーラジレディオスポーツ木曜日お聞きの皆さん、こんばんは。新日本プロレス内藤哲也です。今日も番組楽しんでくださいね。皆さんからの番組への、そしてお礼の質問やメッセージ、じゃんじゃんお待ちしてます。新日本プロレススターダストジュニア内藤哲也。内藤哲也のめっちゃめちゃ新日本プロレスが好きやねん。内藤君、内藤君、遅刻遅刻。やった、持ってきましたよ、これこれ。え、何持ってきたの？勇敢ですよ。あれ、今から何するの？勇敢ですのコーナーですよ。そっかそっか。内藤哲也の勇敢でーすのコーナーです。さて、ここからは内藤哲也選手の勇敢ですのコーナーです。新日本プロレス内藤哲也選手に電話がつながっています。内藤くん。はい、内藤哲也でございます。ございますか。はい、はい、今日は岡山からですか？岡山のはずだったんですけどね。はずでしたよね。はい。うん。まあ、諸事情により、うん、はい、東京に。はい。今、まあね、まだ出られへんよね、当然ね。はい。うん。どうなんですか、やっぱりね、昨日とかも、こっちで試合があったじゃないですか。はい。ね、こっちでというか、まあ、東京で。東京で、昨日、おととい。まあ、ということで、やっぱ、はい。近くであると、やっぱね、はい、より、なんだろう、試合したいなっていう感じにもなるだろうし。はい。なんかもう、そういう部分での、なんか足痛いけれども、なんか出たいなっていう気持ちになったりとかするのかなと思ったりとかするんですけど。え？そんなことないの？まあ、なんか、汚いものが出たみたいな、なんか席あったで、もうほんま。ですね。はい。何それ今の。口の中に今虫が飛び込んできて。ああ、そうなんや。はい。あ、飲み込んだっす、今。あ、美味しそうやね。よかったね。お腹空いてたやもんね。はい。ああ、そうか。そうですね。最近何こう、休んだりとかすると虫とかを食べるようになってきたんや。そうですね。やっぱ新しいことをしなきゃいけないということで。そうやね。これからじゃあ、復帰に向けては、とりあえずね、何匹食えるかみたいなね、こともやってもらいたいなと思うんですけど。はい、それがニュースやわ、君の今日の。今日の、はい。虫食えるようになりました、みたいな。すごいな、なんか食べ物とか結構好き嫌いある割には虫が食えるっていうね、プロレスラーって。いやー、グッドテイストですよ。グッドテイストね。うん、ようやく覚えた英語みたいな使いやがって、みたいなところはあるけど。はい。はい、まあちゃんと今日はネタ、うん、あ、どっち行きますか？いや、どっち、また今日もたくさんネタがあったりとかすんの？ネタ、いや、ニュースですよね。うん。3つ用意したんで。お、これ、あ、これダメだなと思ったら、じゃあ次って言ってください。うん、なるほど、なるほど、わかりました。はい。まず一つ目はですね。うん、はい。まあ、今日発表されたんですけど、うん、3ヶ月予報が発表されたんですよ、今日は。はいはい。静岡県は東日本ですか？東日本じゃないよ。え、西？西日本、中部です。東海エリア。いや、東と西と、あ、じゃあ西です。発表されてるんですか？西ですか？うん。まあ、中部エリアは西に入ります。あ、じゃあ西で。12月と1月が、ご平年より寒いらしいです。ああ、はい。で、2月もやや寒いと。はい。はい。うん。広げてください。ああ、でも今年ね、寒くなるっていうことは言われてたんですよね。あ、そうですか。夏が暑いと、冬は寒いということも言われていて、はい、今年は、ちょっと寒いんじゃないかなっていうことは、うん。はい。言われていたので、ある程度の覚悟はしてはいるんですけれども。はい。うん、もうこれぐらいでいいな。本当に。なので、ね、これ今、ラジオを聴きの皆さんは。うん。その覚悟を。ちょっと待ってください。はい、まあ、うん。なんで今、内藤くんが咳をしてるかというと、はい、これは風邪をひいているわけではなく。はい。虫が。うん。この時期に虫とか結構飛んでるんや。うん、どういうところで君は住んでるんかなとかって思うよね。ああ、うん。はい。アクシデントです。この生放送中の。ああ。いいね。まあ、今年のゆるラジのアクシデントの、まあね、内藤哲也の、じゃあ何、
ベストニュースというか、ベストではあるのかどうかわからへんけど、ニュースの一つはそれやね。はい、うん、これね、はい。じゃあもう次のネタ行きましょう。はい。あのですね、うん、この度、アルゼンチンの、なんか学者さんが、はい。3400万年前に南極大陸に生息していた、ペンギン、はい、うん、全長2メートルあるそうなんですけども、全長2メートルのペンギン、うん。化石を発見したらしいです。なるほど。お、これいいネタ言ってました。すごいね。はい。2メートルのペンギン。3400万年前ですよ。うん。はい。はい。はい、次行きますか。でもその、ペンギン？はい。うん。もうそれはもうペンギンっていうのはもう分かったやん、完全に。間違いないらしいですね。うん。なるほど、なるほど。まあじゃあ、どれぐらい？ 3400 万年前。3400万年前。はい。じゃあ内藤くんも3400万年後には、うん。はい。全長180センチの人間内藤哲也の化石とか言われるのがね。言われたいですね。言われたいんだ。意味わからないけど、その言われたいっていうのも。本当に。3400万年って本当なんですかね。どうなのかね。その、発見されたね、その場所とかそういうところが地形から判断してそれぐらいとかいうところがあるのかね。ねえ。相変わらず、あれね、君が調べてきたネタやけど膨らまないみたいなね、はい、ところはあるけど。じゃあ最後、とっておきのあるっすよ。とっておき。なるほど。本日、11月22日ですよね。うん。あの、私の父親、内藤健一の誕生日です。お、健ちゃん誕生日。よっしゃ。健ちゃんおめでとう。健ちゃん。うん。はい。なるほど、健ちゃん誕生日なんやね。これが今日の最大のニュースですよ。おー。あれ？はい。健ちゃんにはなんか、じゃあプレゼントとかは？健ちゃん、なんも連絡してないです。健ちゃんにしてあげなさい、本当に。うん。おめでとうと。そうですね。うん。はい。お、でもなんか、去年そういえばツイッターかなんかで、はい。お父さんの誕生日で何かなんかみたいなことつぶやいたりとかしてなかったっけ？あ、そうでしたっけ？ちょうど11月の、なんか、うん、そうやな、そのなんか頃に。あー、うん、忘れちゃいました。そうやね。うん。別にね、そんな感謝とか君がしないからね、親にね。隠れてしますよ。隠れてね。はい。あ、11月の22日、お父さん誕生日なんで。はい。はい。まあ、本当に、いいお子さんを、はい、育てられましたと。どうかなそれ。って感じもありますけど。うん。まあ、でもやっぱり家族ね、お父さんお母さんとかは心配してたでしょ。怪我して。あ、怪我は心配してましたね、すごく。うん、はい。でもま、プロレスに関してはそんなに心配、あ、してんのかな、でも反対はしてなかったんで。あ、もう子供の頃からなんかま、やりたいとか言ってたわけでしょ。はい。もう、全然その辺は。はい、全然、反対とか、うん、そもそもその話し合いとかもなく、うん、はい。勝手に決めたから。決めちゃった。はい。得意の勝手に決める作戦。いや、うち、内藤家はそういう方針なんです。ああ、何でも勝手に決めなさいみたいな。で、自由に決めていいよと。ただ、責任は自分で取れよっていう。おー、なるほど。なるほど。そういう教育の結果、こういう子が育っちゃったわけですよ。そうですね。お父さんもさぞがっかりされていることでしょう。はい、ね、本当に。うん。11月22日、改めてね、お父さんにこういう時ほどちょっと感謝をして、はい。後で電話でもしてあげてください。してあげます、そしたら。はい。まあ、ニュースというとね、まあ、毎回毎回こう、いろいろ話をしてもらってるんですけども、やっぱもう、この時期になってくると、はい、クリスマスのイルミネーションとかがね、いろんなところで輝く時期になってきてますけど、東京とかどんな感じなんですか？ちょっとですね、うん、引きこもりなんでわかりません。おー、でもさ、夜、例えば出かけなくても、はい。昼間とか、あ、もうクリスマスツリーがこう出てるな、みたいな。最近ほら、カフェとかよく行ってたりとかすると、そういうカフェとかでも飾りとが始まったりとかしてるんじゃないの？あー、そうですね。うん。ちょっと見てなかったですね。なるほど。本当にね。あ、でも、あれですよ、スタバの、カップが、ちょっとなクリスマス仕様でした。あー、なるほど。うん。うん。残念、膨らまなかったね。はい。ダメだ。ダメだとか言うてるし。うん。まあでも、クリスマスこれからはね、この静岡も今日、イルミネーション点灯式っていうのがね、青葉のシンボルロード、ここからもう徒歩3分ぐらいのところにあるんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ一緒に歩きます？一緒にじゃあ行きますか。うん、はい。
じゃあ、そっからじゃあ、ゆるテレやりますか。ゆるテレやりますかね。うん。君がね、はい、とりあえずね、まあ、その足で、ここまで来るのにどれくらいかかるんだろうとかいう気はするけれども。はい。はい。まあ、非常に、こちらの方も、青葉っていうと、まあ、静岡市内の方なんかは、もうクリスマスの飾り付けを見に、夜とかこれからね、学生さんたちなんかも、いろいろこう集まって、こう、写メで撮ったりとかする時期になってきますのでね。はい。非常に、まあ、クリスマスモードに、こう、どーっとこう流れていくっていう感じですね。はい、そうですね。うん。はい。まあ、いいよ。これでもう、勇敢ですの、勇敢ですのコーナー、もういいや。ということで、勇敢ですのコーナーでした。この後は CM に続いて、内藤哲也選手のゆるラジお届けします。ゆるラジ、レディアスポーツ、木曜日お聞きの皆さん、こんばんは。新日本プロレス、内藤哲也です。今日も番組楽しんでくださいね。知りたい、聞きたい、FM、はい、勝ちたい、取りたい、IWGP、ヘビー級タイトル、新日本プロレス、スターダストジュニア、内藤哲也、Listen to FM。さて、時刻は4時47分です。引き続き内藤選手に電話がつながってるんですけれども、ここからはゆるラジのコーナーです。内藤くん。はい、はい、内藤です。やっぱ外寒い？寒い。あ、でも風がないので、うん、まあまあそんな寒くないです。どっちやね。いやちょっとあれですね、うん、勇敢ですのコーナー難しいですね。難しい。難しい。お、そう。なんで難しい。うん。うん。ね。なので、ここからちょっと取り戻しましょう。そうね。取り返しましょう。自分で失敗したと思ってんねや。はい。なるほど。まあ、ね、内藤選手、今、怪我でね、試合には出られないんですけれども、まあ、ちょくちょく、はい、いろいろメディアの方にもね、露出を しているというか、ラジオの方にね、出るようになって、まあ、うちの方でもね、はい、月1では出てくれてるんですけれども、まあ、最近、群馬県の方とかでもね、はい、ラジオ出て、そうなんです。群馬、うん、次の月曜日も決定しました。あ、本当。はい。結構早いね。うん。そうです。本当月2回、うん、2週に1回ぐらいのペースになってきてます。なるほど。よほど他の人はね、はい、もう忙しくってできへんから、もう内藤に任せとけぐらいな感じだよね。確かに暇ですからね。うん。で、ネタはあったりとかすんの？え？ネタはあったりすんの？ネタないですよ。うん。どうすんですかね。毎回内藤でね。そうです。このゆるラジだってそうですよ、もう。ネタないですよ、もう。ここはね、ネタがなくて、君がとりあえず、がっつりと、こう、はい、頭を、何？振り絞って。はい。まあ、頭いいところを見せるためにやってるコーナーなので、うん、しっかりとしてもらわないと困るよね。うん。まあ、ちなみに。はい。まあ、このところというか、まあ、僕、ちょうどこの間、iPhone 5に変えたんですけどね。出た、自慢。うん、自慢、はい、とりあえず、新しく変えたんですけど、はい。まあ、前の iPhone をそのまま自動的に移し替えたので、はい。まあ、また再登録しないといけないのかなと思ってた、新日本プロレスの公式サイト。はいはい。はいはい、うん、スマホの。まあ、それも自動的に移行されてたので、はい。あ、そうですか。うん。でね、前までなかなかこうね、開かないとか思ってたら、やっぱりそれは、携帯が古かったせいみたいで、結構ね、サクサク開く。3でしたっけ？3でした。うん。うん。で、今、5になって、はい、まあ、パンパン開くよ、もう、本当に。ああ、そう。うん。ありがとうございます。はい。でも、これでようやく君の日記もね、読めたりとかするけど、まあ、今週はなくて、来週日記書くんやね。そうですね、来週の木曜日ですね。うん。このゆるラジもそうですし、うん、最近、頻繁に出てる群馬のラジオもそうですし、うん、あと、2週間に1回回ってくる、携帯サイトの日記もそうなんですけど、うん、ネタがない。うん。本当だよ。こういう時はどうしたらいいんでしょうか。そういう時は、どうしたらいいのかね。まあでも普段から君が、だって、外とかをあんまり見てないっていうところも問題ではあるよね。さっきクリスマスのイルミネーションはって言ったら、はい、スタバの、ね、カップの飾りがとりあえずちょっと、クリスマス仕様になってたぐらいな感覚しか見てないわけやん。はい、でも街の変化って、すごくこう変わってきてたりとかするわけで、ちょっと外歩くだけでもいろいろこう見えてくるものとかってあったりとかするのに、君が何も見ていない。うん。
お父さんの誕生日なのにお父さんにも感謝しないみたいなね。そういうところ。感謝します、感謝。うん。ケンちゃん。ほんと、そういうところが君の問題点ではあるね、みたいな。うん。いや、ケンちゃん、うん、アントニオ猪木さんと、うん。長嶋茂雄さん、うん。あ？うん。か。うん。その二人かな、うん、めちゃめちゃこう、尊敬してるんですよ。ああ、猪木さんと、長嶋さんを、はい。確か、はい。うん。長嶋さんは間違いないです。で、うん、だから小さい頃に、うん、こう、長嶋がどうのとかって言うと、うん、この、さんをつけなさいと、よく怒られましたよ。ああ、そうなんや。っていう、ケンちゃんのエピソードです。へえ。そうか。まあ、ということはやっぱりジャイアンツファンなんだ。まあ、そうですね。東京ですからね。うん。なるほど。まあ、ケンちゃんとはじゃあ気が合わないな、僕はな。まあでも、ケンちゃんが、うん、その、プロレスを好きだったから、うん、こう、内藤少年小さい頃一緒に、うん、録画したビデオテープを見てたり、うん、まあ会場に連れてってもらったりしてたんで、うん、だから、ケンちゃんあっての、この今の新日本プロレスの内藤哲也がいると、うん、いうことでございますよ。なるほど。うん。綺麗にまとめようとしましたね。はい、うん。だから、ケンちゃんは多分めっちゃ喜んでますよ。おー。新日本入って。うん。はい。なるほど。でもほら、猪木さんは強かったよね。うん。ね、内藤さんは、大体こう、うん、3番手、4番手ぐらいな感覚やね。うん。うん。どうなんそれ、その辺は。お父さん的にはそれを望んでたわけじゃないよね。まあ、確かにそうですよ。猪木さん好きやろ、長嶋さん好きっていうことは、はい、二人ともこう、トップをこう、うん、ね極めた人やん。はい。うん。極められてない人やもんね、まだね、息子がね。まあ、まだですよ、現状、まだ。うん。そのうち、うん、なんとかなるかな。どうかな。とりあえず復帰やね、まずね。そうですね。うん。今、はい、新日本、まあ、明日、岡山で試合があるんですけど。はい、明日、岡山大会で。うん。タッグリーグっていうのやってるじゃないですか。はい、今やってますね。うん。あれっていうのは、棚橋さんが、はい。キャプテンとやってるじゃないですか。はい。あれってもし内藤が、はい。怪我してなかったら、内藤とって感じだったのかな？誰がですか？棚橋選手がですか？棚橋選手と内藤とかっていう、組んでたとかっていうんじゃないのかな？どうですかね？でも、そんな仲良くないですからね。うん。まあ仲良くないけれどさ、なんとなくそうやったのかなとか思いながら、うん。ちょっと思ってた。まあ、まあ、もちろん内藤が出てたら、まあ何かしら変わってたでしょうね。うん。チームは。でもなんかやっぱ内藤がこう出なくなって、非常にこう、はい、より盛り上がってるような感じも見受けたりとかするんやけど。そう、そういうのすごく凹むんでやめてください。うん。やっぱり凹むやろ？凹みますよ、やっぱり。うん、まあ、そんな自分一人で、そんな、何千人も集めてるってことはないっていうのは分かってますけど、うん、やっぱりこう、何人超満員とか見ちゃうと、発表が、うん、あ、俺いなくても普通に新日本プロレス大丈夫だって思っちゃいますよね。うん。だからちょっとショックを受けたり、うん。もうしますよ。ナーバスなんですから今。で、そのショックを、まあやっぱりちょっと受けるやん。はい。でもやっぱ自分の人気って確かめたいなとかって思うところもあるわけや。その中で、この間、はい、渋谷アックスで、マネバーの大会があって、はい、ありました、ありました。うん。その時に君は、まあ、本当はね、ネバーの大会で、君中心にこうね、回る試合だったはずなのに、まあ、出られなかったから、うん、はい、君用仕様のポスターが、もちろんこれ、はい、幻のポスターとして、外に出なくなったわけですよね。はい。うん。それで？それで先着、うん。100名様に、うん。希望者。うん。あ、うん。まあ、先着100名様に。うん。そのポスターを配ったと。はい。はい。で、どうだったの？まあ、平日だったからね、結構やっぱ遠くの人とかはね、行きたいとかって思ってもなかなか行けなかったと思うんですけども。はい。うん、はい。はい。まあ、平日だったんで、だいぶ始まってから結構お客さんが来てくれて。うん、はい。なので、最初、ちょっと、あ、どうなるかなと思ったんですけど、まあ、最終的にはなくなって。うん。はい。はい。はい。
はい、ということで、まあ、今内藤君がちょっとね、他の人とこう打ち合わせか何かで、はい、はい、やってるみたいなんですけどもね。はい、すいません。いやいや、まあいい感じやね、そういう、まあ、なかなかリアルな感じもありので。そう、新日本プロレスの今道場にいるんですけども、うん、今この寮の管理してる小林邦明さんっていう元プロレスラー、うん、お、はいはい、トラハンターと呼ばれてた、はい、小林さんが今ちょっと帰る、うん、帰ったんですけど、うん、ナイトはちょっと電気あと頼むなっていうことを今はい、いや本番中なんだろうなと思いながら、はい、いやいや、まあまあ、はい、そういうリアル感はええんちゃうの。うん、ちゃんと戸締まりはして帰ってね。はい、帰りますよ。もう誰もいないですからね、うん、もうみんな岡山に行っちゃってて。うん、でも誰もいないところでこう、コツコツとこう、トレーニングして、リハビリして、はい。そこで、ちょっとね、ノーアルタカ爪隠すみたいな感じで、やれば。お、うん。うん。いや、でもやっぱ寂しいですよね。やっぱそうなんや。はい。うん。あ、でも今、まあさっき、答えそびれちゃったんですけど、うん。だいぶもうリングから離れてしまう、もう1ヶ月以上離れてて、うん、こう対戦カードにも自分の名前がないのが当たり前で、はいはい、っていう日々を結構過ごしちゃったので、うん、こうもうリングがすごく遠く感じるんですよ今、はいはい、なので、うん、まあなんだろうな、なんか闘争心があんまり湧いてこないというか。ああ。まあでもまだ先だっていう部分があるからやとは思うんやけどね。そうですね。うん、それでも。同じ目線で見れないっていうか、うん。まあでも仕方がないよね。今ここで闘争心めっちゃ湧きまくってたら、疲れるやろうなとか思うもんね。はい、ああ、うん、ね、そんなもんですかね。うん。まあ確かにね、うん、まあこれからまた試合が始まるぐらいとかまで回復、ね、試合にできるぐらいまでの回復してきて、はい、うん、やっぱもうそれから1週間ぐらい前ぐらいになったら緊張感って上がってくるもんだとは思うけれども、はい、まだね、一応6月復帰を目指してるとか言ってもまだそれが先やし、それがはっきりとしたものではないから。そうですね、うん、なのでなんかちょっともっとこう、あ、もう今日サボっちゃおうかなとかやっぱ出てきちゃいますね。あ、得意の、はい、得意じゃないですよ、うん、え、そうなの。まあその辺がやっぱり、内藤哲也もともと、まあ小食じゃないですか。うん、で、痩せやすい体質なので、うん、やっぱその、ご飯なんかも、なんかあんま食べる気が起きなくて、うん、まあ一気に体重が88キロまで減っちゃいまして、うん、まあ試合してた時98とか、うん、まあそのぐらいだったんですけど、うん、平均的に。はいはい。なんですけど、もう一気に10キロぐらい落ちちゃって、もう、会う人会う人に内藤痩せたね、と。うん。言われました。うん、ああ。まあ普通の人からね、するとやっぱ体はまだまだ全然大きいんやけど、はい、まあ確かにやっぱプロレスラーとして見ると、体はね、うん。うん、まあわかりやすいぐらい結構じゃあ内藤は落ちやすいんやね。はい、落ちやすいっすね。すぐ落ちちゃいます、もう。うん。なるほど。まあでも、そういう部分で今まあ上半身とかも鍛え始めたりはしてるんでしょ？はい、やっと最近ですね、うん、結構こう、あ、頑張んなきゃなって思うようになってきて、うん、一生懸命やってます。うん。まあその辺は、本人の、ある意味こう、毎日やっていかないといけないもう、リハビリとかトレーニングとかはもちろん日課にしないといけないし、そういう部分でなんか見えない、まだ先が長いっていう部分での、うん、なんだろう、こう、頑張りたいけどこう、なかなかこう、頑張るっていう部分の、力が湧いてこないっていうところもあるとは思うんやけど、まあ今までね、はい、ちょうど僕がほら病院にお見舞いとか行った時っていうのはまだ痛いとか言ってた頃やん。言ってましたね。うん。それがもう歩けるようになって、はい。ね、順調にこう行き過ぎてて、ある意味こうゼロからのスタートっていうと一気にこう進化したように進歩したように見えるけれども、ここからが長いからね。はい、そうなんですよ。うん、いやー。はい。うん、まあ地道にここをね順調にクリアしていけば、うん、はい、やっぱここで一生懸命やっといてっていうか、ここで順調にこうねトレーニングしてリハビリしといてよかったっていう時がもう当然来ると思うから。そうですね、うん、後でそう言えるように。うん、うん、だから今頑張るしかないですけどね。だからもしね新しく手帳なんか買ったもんならしっかりと一日これをしましたっていうのとかをきっちりと書いて、後で、あ、この日は、
うん。あとはこの、あ、この日ちょっとサボってしまったなとかをこう考えて、はい。うん、ちょっと明日はしっかりやろうとかね。うん、お。ちゃんとこうしといた方がええんちゃうの、日記を書いてみたいな。日記っていうか、まあ、自分だけに見るタイプのやつで、ちょっとメモ書きチャラチャラと書く程度でもええと思うんやけど。はい。うん。あ、いいですね。うん。ちょっと一緒にやりません？僕も？はい。うん、いや、だって一人だと、うん。あ、もういいかなってなっちゃうじゃないですか。はあ。一緒にやりましょう。交換日記します？はあ、はあ、どうやって交換すんねんみたいな感じだけどね。いや、でもほんまに、なんかちょっと僕、君が手帳とかを買ってるとかっていうのを聞いて、はい。お、すげえとか思ったもんね。もうだって。うん。30のおっさんですよ、やつさん。いやいや、僕さ、毎回、3つぐらい買うけど、まともに終わらせたことがないというか、だいたい1月ぐらいで、もう、めんどくさいっていうので、携帯にメモるっていう感じになってくるから。ああ、まあ、うん、もう、そうですよね、うん。そういう時代ですよ、もう。確かに。おっさん携帯頑張るみたいな感じだからね。本当ですね。いやでもほんまになんかまあ、それをね、内藤くんがつぶやいてるのを見て、ちょっとやっぱ自分もやった方がええかなと思いながら、はい、うん。で、こうね、日記書けばええんやとかって今言ってたけど、いやいや、お前はどうなんやって自分にもちょっと思ってたけどね。そう。まあ、とりあえず君も頑張って。はい。しっかりと。あ、そうだ、あれなんですよ。9年前に右膝の手術した時は、うん、入院中毎日日記書いてたんですよ。はいはい。それとか見ると、こう、励みになりますよね。うん。だから、後から見るとやっぱいいもんですね、日記っていうのは。そうやね。うん。うん、だから、何かしら、やりたい。そうやね。それこそ、ほら、やっぱりブログとかって、まあ僕もやってますけど、はい、まあそれは、やっぱ、誰が見てもいいような形で書くから、ある意味こう、うん、誰が見てもいいような形の内容を書くわけじゃないですか。はい、はい。でもやっぱ自分の日記っていう部分は、まあ、ここはなんか自分自身に、例えば、一生懸命やったなとか、はい。うん、なかなか、自分のブログとかで自分を褒めることなんかせえへんや。はい。そういうこともこう書きながら、で、今日はあかんかったっていうことも書きながらっていう部分で自分だけが見て反省もできたり、また、あの時あんなんやったんやなっていうので、昔のを見てちょっと元気づけられたりっていうところもあるとは思うから、はい。うん、やってみな。やります、うん。ちょっと僕も買いに行こう、後で。やりましょう。今日からでやりましょう、一緒に。うん、とりあえずやるか。はい。はい。次回のゆるらしにまでとりあえず続けましょう。そうやね。はい。それ交換したくないけど、恥ずかしいからな。いやいや、まあまあ、そんな、はい。あれですけども。実は、この後なんですけれども。はい。はい。内藤選手のゆるらじは、一旦ここで終わるんですけども。終わり。この後、はい、5分後ぐらいに、はい。WNC の、アキラ選手に電話をつないで。はい。はい。先ほどちょっとアキラ選手に、ここから電話かけまーすとかっていうのをね、言ってたんで、はい。電話つながると思いますので。はい。はい、そのままじゃあ、内藤くんも残っとく？乱入ですか？あ、乱入じゃないな。なんだろう。うん。じゃ、スリーウェイですか？あ、そうやね。はい、スリーウェイ。なので、ちょっとその辺楽しみにしといてください。いいんですか？はい。大丈夫です。あ、じゃあお邪魔します。はい。じゃあ、このまま、電話切らずに、はい、しばらく無言で待っといてください。わかりました。待ってます。はい。内藤くんどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。新日本プロレス内藤選手のゆるラジのコーナーでした。